イーメイソン・ホッパーは、アメリカ合衆国の映画監督、脚本家、俳優である。1885年12月6日、アメリカ合衆国のバーモント州、エノスバーグに生まれる。ボードビール俳優、食品加工業、野球選手などの職につき、メリーランド大学カレッジパーク校の学生を経て、万25歳となった1911年、当時シカゴにあった。 エッサネーフィルムマニュファクチャリングカンパニーに入社する。1914年までに同社で一巻ものの短編映画を量産する。1915年からエクイタブルモーションピクチャーズカンパニーやジェシー・エル・ラスキー・フィーチャープレイ・カンパニー、アメリカンフィルムマニュファクチャリングカンパニーを渡り歩き、1916年、ユニバーサルフィルムマニュファクチャリングカンパニー参加に設立された。 ブルーバード映画で、ゾーイレイを主演に、小国民を監督、同作は日本でも公開された。同年、フェイマスプレイヤーイコールラスキンの兄弟会社パレス、ピクチャーズに入社、同社での監督作は、パラマウント映画が配給した。1917年には、トライアングルフィルムコーポレーションに移籍している。1920年、ゴールドウィンピクチャーズに移籍。 エドワード・ピール・ジュニア主演者を多く手掛ける。1923年からは、コスモポリタン・プロダクションズに移籍している。1926年からは、メトロポリタン・ピクチャーズに在籍した。1927年、ザ・ワイズ・ワイフ以降は、セッシル・ビー・デミルのデミル・ピクチャーズで仕事をした。1929年には、メトロ・ゴールド・ウィン・メイヤーに移籍している。1935年、 トム・キーン主演の香港ナイツ以降は、監督としては、クレジットされていない。1936年、クレジットはされていないが、ジョージ・キューカー監督の、椿姫のモブシーンを演出。1938年には、万52歳にして、クラレンス・ブラウン監督のオブ・ヒューマン・ハーツの助監督を務めた。1943年以降は、クレジットされない。 早くの役者に転校している。1967年1月3日、カリフォルニア州ロサンゼルス市、ウッドランドヒルズで死去した。満八十一歳没。特筆以外は監督のみである。インターネットムービーデータベースの記述によれば、1930年代の書物にすでに350作を監督、400作のシナリオを執筆した旨の記述があるとのこと。 作品は同サイトのリストに収まりきれていない。ありがとうございます。